ブラジリアは、ブラジルの首都、連邦区を構成する地区の一つ。ブラジル中部の標高約1100メートルの高原地帯に建設された計画都市。地域の人口は、2016年7月1日で約298万人。同国3位の人口規模を誇る都市でもある。ブラジル高原の高涼とした未開の大地に建設された計画都市。 ブラジル人建築家、ルシオ・コスタの設計により建設された計画都市地域は、人造湖であるパラノア湖のほとりに飛行機が翼を広げた形をしており、飛行機の機種の部分に国会議事堂や行政庁舎、最高裁判所が並び、翼の部分には高層住宅や各国の大使館がある。国会議事堂や大聖堂などの主要建造物は、 いずれもモダニズムの流れを受けた未来的なデザインで作られている。これらの公共建築の主任建築家はニューヨーク市の国際連合本部ビルの設計も担当したブラジル人建築家オスカーニー・マイヤーである。1987年には世界遺産に登録された。歴史的で伝統的な街並みを持つ都市が 世界遺産に登録されることは多いが、建設から40年未満という近代的な都市が登録されたのは当時としては異例のことであった。後に世界遺産委員会の世界遺産条約履行のための作業指針において20世紀建築の登録は推進されるべき分野の一つと位置づけられた。赤道と南海域線の内側にあるため井戸による定義では熱帯に該当し、 ケペンの気候区分では、サバナ気候とされるが、標高1000メートル台と、やや高地にあるため温帯化う気候急首とである、リオデジャネイロやブラジル最大の都市である、サンパウロといった大都市が存在する大西洋沿岸部に人口や産業が集中している。そのため、内陸の高原部との間で所得などの面で大幅な格差があり、すでに十九世紀頃から、その解消と、 その方策としての内陸部戦闘が叫ばれていた。飛行機の主翼の形状を模したブラジリアの都市計画であるパイロットプランブラジリアの衛星写真水0世紀に入ってからも何度か内陸戦闘が検討されながらも度重なる政変や第二次世界大戦の勃発などで具体的な形にならないままでいたが1956年に 大統領に当選したジュゼリーの首チェックは、新首都建設で内陸部の開発とそれによる国土の均衡的発展を起とし、正式に新都市の建設とリオデジャネイロからの戦闘を発表した。インドのチャンディーガルと並び、モダニズムの理念に基づいて計画的に建設された都市で、工事は首チェックの任期である5年以内に間に合う、よう。 急ピッチで進められわずか41ヶ月間で完成。1960年4月21日に供用を開始した。この新首都の建設によって内陸部の開発が進んだが、その一方で莫大な建設費はブラジルの国家財政に大きな負担となって残り、1970年代から1980年代にかけてブラジルを襲った経済不振と 高インフレの大きな原因の一つとなったとの評価もある。新首都を国土の中央に建設した結果、開発の進行によって内陸部の経済振興は進み、ブラジル全体としてみれば、ブラジルの国土の中央部にブラジリア国際空港を建設したことにより、航空路線の航路は東西南北の各地域を結ぶハブを得ており、 商業運輸の面でもこの地域の国道が整備されたことで中西部のマットグロッソ州方面から北東部のバイヤ州など大西洋側の地域へあるいはサンパウロ州から中西部北東部へと抜ける物流や長距離バス路線が再整備されており連邦直轄区の建設自体には今日一定の意義が認められるしかしながら道路は整備されているものの 河川がない内陸部に建設されたため水運手段がなく、航空路線も国内線は充実しているが、大きな産業もないため国際選定機便の就航は少ない。また、サンパウロやリオデジャネイロ、マナウスなどの他の大都市とは距離がかなり離れている。このような状況から大企業の本社機能の移転などが行われるには至っていない。さらに、ブラジリアは整然とした 計画都市だが、市内の移動は、自動車による移動を前提にしているために、実際の市民生活を送るには不便である。しかも、国家プロジェクトとして、緻密な計画が練られて開発されたブラジリア市とは、対照的に、周囲の衛生都市は無秩序に発展し、ブラジリアが位置する連邦直轄区内は、宗教の幹線脇を中心に、 土地の不法占拠など半ばスラム化しているところもあり、そうした衛生都市を都市圏とすることで成り立つブラジリア市もその影響を免れておらず、一口に成功したとは言い難い状況である。莫大な建設費を一挙に投じて巨大建築が立ち並ぶ理想都市を建設したブラジリアのアンチテーゼとして低コスト、ヒューマンスケール、小さなプロジェクトの積み上げという街づくりを掲げ、 成功したのがパラナ州のクリティバ市であった。ブラジリア、都市の景観モニュメンタルアクシス通りのパノラマ写真ブラジリアの地図地方政治は連邦区単位で管轄されている。ブラジリアには市長や市議会はなく連邦区知事と連邦区議会がブラジリアを含む連邦区を統治する。白人、混血、黒人、アジア人、先住民導入予定のトラム市内は 自動車道と歩道が完全に区別されており、自動車道も極力立体交差になるよう設計されている。住宅区画と商業区画、館長街など各区画は厳然と分かたれており、市民生活においても移動が不便であるため、総人口250万人弱に対して自家用車の総数は100万台弱と、ブラジルの都市としては自動車の保有率が高い。 市内の主な公共交通手段はバスとタクシーである。近年になって公共交通機関の整備が始まり、一部で地下鉄が開業し、またトラムの建設工事が進行中である。サンパウロやリオデジャネイロ、マナウスなどの他の大都市とは距離が離れており、旅客機と長距離バスが都市間の主な交通手段である。鉄道駅も存在するものの、こちらは 貨物が主であり、一般に旅客には用いていない。ブラジリア国際空港空港は、ブラジリア国際空港があり、国際便と国内便が就航している。国内便については、すべてのブラジルの大都市との間に、定期便が就航しており、特に南部の大都市であるサンパウロのコンゴーニャス、空港との間には15分から30分に1本、程度。 リオデジャネイロのサントス・デューモン空港やアントニオ・カルロス・ジョビン国際空港との間には30分から1時間に1本程度の定期便が就航している。また、ブラジル国内の旅客便は南部の都市、中部の都市、北部の都市にまたがって移動する場合、中小都市同士との間には必ずしも直行便があるわけではないので、 ブラジルの中心に位置するブラジリア国際空港が各都市を結ぶ乗り換えのハブ的役割を果たしている。国際便についてはブラジリア自体に大きな産業がないため首都の空港であるにもかかわらず TAP、ポルトガル航空によるリスボンへの直行便のみに留まっていたが昨今のブラジルの経済成長とブラジル中西部そしてブラジリア発着客の増加を受けて 北米便の就航が2009年により相次いでいる。なお、タム航空がニューヨークとの直行便を就航させる予定である。この世界遺産は世界遺産登録基準のうち以下の条件を満たし登録された。ブラジリエンセーフシーや SE ガマ、レギオン FC などのサッカークラブがあるが、ブラジルの一部リーグに所属するクラブは2014年の時点では存在しない。なお、 ブラジリアの州リーグが存在しているが小規模である。市内にある e s t ジ d i o Nacional de b r a s l i a は FIFA Confederations Cup 2013と 2014FIFA フフワールドカップリオデジャネイロオリンピックのサッカーの会場として使用された。2019年にはカキユニバーシアードを開催予定だったが2015年1月に財政難を理由に開催を返上したため 2016年5月にナポリで代わって開催することが決定した。2021年には夏季でフリンピック大会を開催予定。ありがとうございます。